秋田赤十字病院は、秋田県秋田市に所在する医療機関である。日本赤十字社秋田県支部が運営する。救命救急センター、総合集産規模診療センター、災害拠点病院などの機能を有する。かつて旧佐竹藩時代に、兵庫湖が並んでいた、旭川沿いに、現在も残る高野松付近の場所に、大正三年七月一日、東北以北では、 初の赤十字病院となる日本赤十字社秋田支部病院が会員。設計は、辰野金吾が担当し、敷地面積約7200坪の敷地にベランダ付木造2階建ての洋風建築として作られた。初代委員長は、京都大学出身の山内半作で、山内は特に秋田の外科部門の早々に大きく貢献することとなった。その後、 1939年に県立秋田中学校跡地に秋田支部病院として移築し4年後に秋田赤十字病院と改称1968年に中通りに3代目となる赤十字病院が建設された。1974年に道路を挟んで秋田県交通災害センターが開院すると赤十字病院が運営を担当。病院を渡り、 廊下で結ぶ様式となり、長らく、秋田駅前地区の中心病院的役割を果たすようになった。その後平成になって、施設の老朽化と駅前外区の再開発計画の、浮上、さらに旧市内地域には、赤十字病院、災害センターに加えて、市立秋田総合病院や、秋田県成人病医療センター、農県や中通り総合病院など多くの、 大型病院を抱えオーバー状態だったこと、加えて、秋田市東部から南部にかけての地域において、病院過疎という事情を抱えていたことから、1998年7月1日に、現在の上北でに移転した。先行して、併設されていた、秋田赤十字看護専門学校を現病院の隣接地に、短期大学として移転、開組し、日本赤十字秋田短期大学とした。 2009年、看護学科のみを再度改組し、現短大と同居する形で、日本赤十字秋田看護大学が開学した。ABCDEFGHIJKLMNOP、平成27年度病院名簿。秋田県。2015年8月13日閲覧。秋田県、ドクターヘリについて秋田県。ありがとうございます。